さあ、パート3、ベルセルク実況、アザラシのベルセルク実況パート3でございます。どうもこのすごい顔してる、あの顔をするときは大体なんかこう、何こいつらスケルトン兵じゃないですか。なんで急に、なんでいきなり戦うことになるんだよ。わかんねえよ。なんなんこれ。お化け切っても切れない。このスケルトン倒したらいいの。墓地のスケルトン。スケルトンにやられるほど俺は弱くはない。いや、弱い。このお化けは無視しときゃいいの。とりあえず来ないで。来ないで。あ、来ないはなんかあれなのか。もしかしてあれか。幽霊に当たってる。いや、よくわかんねえな。こん中に入んなきゃ話になんねえか。このスケートはそんなに大したことはない。ああ、でもこのままやっていいのかな。その辺って湧いてる気がするな。湧いてる気がしますね。いや、これは間違いか。分からん。行くか。違うな。ここが開くわけでもない。いや、謎解きか。ここから上がるとか。上がったところでな。助けて、進み方がわからないの。あ、ここ降りたね、橋が。こういうことかい。逃げたらいいのかい。ダメだ。下かな、上かな。敵が下にいたから下から行けばいいのかなと思ってたけど、殴りで。いやー、狭い。狭い。ドラゴン殺していく。敵多い。なんだか進路の先に敵がいたらそっちの方向に行く方がいいような気がして、こ下に降りることを選んじゃったけど、普通に考えたら下に行ってもどうしようもないよな。あ、クリアした。何だったんだ今の。キャスカ、この先か。ああ、下の部屋に。キャスカ探しの旅なのね。できないんです。セーブが、まあ、でもゲームとしてよくできてるよね。ここまでなんかシームレスのストーリーが。誰キャスカ。キャスカ、
声変じゃない？もっと低い気がするんだけど。無事だったか。邪魔したな。どこへ行くつもりだ？バルザックとの約束だ。マンドラゴラ月の村に行って大樹の核を取ってくる。うん、それはしていいんじゃないか。さっき言っただろ、あいつはとんでもない悪党だ。なのになぜ？必要なのさ、その悪党の研究が。まあ、確かにね。こいつを治す薬ができるもんだな。俺はそいつにかけてみる。確かにね、村のことなんかどうでもいいよな。城の中には確かに研究室があった。俺には奴の作る薬が必要なのさ。しかし本当それ、そいつが本当だという保証はどこにもない。だから嘘だという証拠もない。もしその話が本当ならこの子は助かるかもしれない。めっちゃ疲れとる。その人の言う通り、この子を元通りにするにはバルザックの研究が必要なのよ。もうあいつが鬼でも悪魔でも。確かにそうかもしれない。だが認めるわけにはいかん。俺たちを虐げるだけの奴らの力を借りるなの。え、今ある町は俺たちの先祖が流した血を幾重にも塗り固めた上に築かれたものだ。それを考えると。そんな、分かんないよ、そんなの。死んじまったものとか流した血とか苦しみとかそのものに縛られて。話だけはなんか、それでいいの？話だけはなんかしっかり練られた感じです。この子たちの未来引き換えにできるの？それが人の運命というものだ。人は流した血に縛られる。違うよ、人は一人だよ。話を本筋に戻そう。縛られず風に任せてどこにだって。話を本筋に戻そう。なんかこう親兄弟はそんな話をしたかったわけじゃないのに流れていく時ってあるよね。この話がしたいのにこう流れていくみたいな。ここの問題の解き方を教えてほしいのにだんだん流れていって、その働き方自体 の話みたいになっちゃうみたいな、そういう状況だな。そのなんかこう意義みたいなものが教えてもらうけど、いやいやそうじゃないんだよ、こっちの流れじゃないんだっていう、そういう感じ。これなんだ、水の中なの？寒くないの？どういうこと？割と早く終わりそうじゃない？あのヨブってマンドラゴラ月は食い物やったらついてきちゃってさ。それは最初はびっくりしたよ。別になんか元から知ってるわけじゃないか。ほんと子供みたいでさ。ヨブってのがそのマンドラゴラ月になる前から知ってたわけじゃなくて。すまなかった。すまんな。動きがなんか変。流した血に縛られる。あいつの言う通りかもしれない。どういうこと？けどだからこそ血を流すだけの価値があるものを自分で見つけるんだ。だから、ね、重い会話してるけど。話は済んだか。俺たちの方もまとまった。はあ。あんたと一緒に行き、大樹の核を手に入れて。その上でバルザックと交渉する。ああ。これを渡す代わりに治療薬を我々に渡せと。いい話じゃないか。勝手にしな。ああ、勝手にしな。では、連れの娘さんはここで預かっておこう。ほう。俺はあんたらを完全に信用したわけじゃねえ。それにこいつの面倒を見れるのは俺だけだ。俺にしかこいつは守れない。うん。悪霊がキャスカを襲うか心配なんだろう。それなら大丈夫だと思うよ。あ？この泉、間違いない。エルフの住処だよ。これは町の泉の源泉だ。
我々の先祖はここに神殿を建てた。すげえ暗いと思うんだけど、光がなくてさ、すげえ暗いと思うんだけど、よく見えてるなこの人たち。すげえ暗いと思うんだが。心配しないで。私が見ててあげるから。はあ。ああ。納得するんかい。ついでにこいつもつけといて。わあ。こら、大事な相棒に向かって何すんだよ。じゃあ、行くぜ。何があった時はその妖精が伝えてくれるぜ。ってことかい。このキャスカー納得しとるんか、それでいいんか。こうしてるとなんだかヨブが戻ってきたみたい。幸せなのかなあんたは。何実験の成果も上々だ。このマンドラゴラ兵の力をもってすれば体重の核を手に入れることなど造作もない。全然守れてねえ。全然守れてねえ。絶望するわ。行った瞬間に早速さらわれとる。なんなんこれ。とりあえずここまでにするか。パート3お願いします。クワイトゲームしてセーブしたら多分ここからいけると思うんで、もしもいけなかったらクワイトゲームするでしょ。で、あ、ほらこれでセーブできるんだ。セーブします。いやーちょっとセーブポイントが見つからずに悩んでた。やっとセーブできた。不安だからもう一回セーブしよう。オプションのところから。これでセーブでいいんじゃないね。 OK。 ほいじゃあ、まあパート4をお待ちください。果たしてあの街でどうなるのかということが次で分かると思うんじゃないかな。まあ、そのね、マンドラゴラに疲れた街はどうなっているのかとか分かると思う。こんなこと。